プスコフのクレムリン内にあるイタリ生三者大聖堂の円形。プスコフのイタリ生三者大聖堂はベリーカヤーの東岸に位置するプスコフのクレムリンにある。1589年よりプスコフ教区の母教会となっている。最初の木造のイタリ生三者大聖堂は10世紀に建てられたが1138年に石像に改築された。 数世紀を通じて聖堂は崩壊と再建を繰り返し、現在建っているものは1699年のもので、ある。大聖堂の高さは256フィート。聖光フセボロドムスチスラビッチとドブモントの墓がある。現在のプスコフ主教は1993年2月より、大主教エウセビーである。大聖堂近くからの撮影ロシア語のは、主教座聖堂であるか否かに関わらず、 主要な教会に用いられる単語である。これを日本語では大聖堂もしくは大寺院と翻訳するが、日本正教会では大聖堂と翻訳される。一般に日本でクレムリンといえばモスクワのクレムリンを指すが、ロシア語でのクレムリンは普通名詞であって上塞を意味する。本記事でも述べているように、プスコフにもクレムリンがあるが、他には 火山クレムリンがクレムリンとして有名である。冬のプスコフクレムリン、ありがとうございます。